火山の中にサメを入れて最強の災害ができたらチャンネル登録か高評価よろしくね。せい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 、チャンネル登録高評価ありがとうね。ごきげんよう、トッポドです。今回やげまアンナチュラルディザスターズやっていこうと思います。まずはね、ここにある竜巻を選べばいいのかな。よいしょ、おっと竜巻がカプセルに入ったね。それからじゃあ次はサメを選んで、竜巻とサメが混ざってトルネードシャークが出来上がったね。よし、でこれでね、最強の災害を目指すゲームなんで、どんどんねこれレベルアップしていきましょう。こういう木とか物を巻き込めば巻き込むほどレベルアップしていくのかな。よーし、まあ、イオ系みたいなゲームだね、ここは。さて、敵が一人いるのかな。まずはちょっと地道にね、レベルアップしていって。で、自分のレベルが高いと、敵をこう巻き込めるっていうことね。うわー、サメの竜巻がね、現れたらね、みんな逃げてね。こんな目に遭うからね。それからじゃあ次はね、ここを押して、ここを押して、そうすると新しい災害がもらえるってことかな。来ました、新しい災害。雷雲だね。うわ、雷に打たれたくないな。でもね、今回は災害になって、ちょっとね、街をぐちゃぐちゃにするゲームなんで、街をぐちゃぐちゃにするのを頑張りたいと思います。じゃあ早速、雷雲と、じゃあ今度はね、こうなんか虹っぽいの使ってみようかな。あれ使えない。あ、まだここの黒いところは使えないのかな。仕方ない。じゃあサメというアイテムを使うしかないね。よし、雷雲とサメを混ぜたら、サメ雲になりました。いや、なんだそりゃもう。よし。じゃあここはね、アタックかスピードをどっちか選ぶってことかな。じゃあアタックにしよう。まあ、攻撃力がアップしたってことかな。よし、おっと、ライバルにもサメ雲がいた。じゃあまずは木とかをね、やっつけていって。いやー、まだいい、この家とか破壊できないか。よし、レベル5になったらもうそろそろ、家とか建物を破壊できんじゃないか。よし、破壊しまくろう。そして敵とかに、おっと、火山いたね。火山を巻き込んだよ。じゃあこの辺の家とかも破壊して、最後はこいつか？オッケー。すべて倒すと終わるね。よし、今回もいろんなプレイヤーがいたけど、1位いただきました。この調子でタコモードは世界チャンピオンを目指していきたいと思います。じゃあ次はね、こっちのアイテムの方をなんかもらおうかな。さて何が来るかな？おー、唐辛子？唐辛子来たか。辛いやつだね。じゃあ早速、このね、雲と唐辛子を混ぜることによって、雲唐辛子ができました。辛そうだな。よし、じゃあこっちのね、アタックをまたね、攻撃力アップして、やっていきましょう。さあ、まずはサボテンをね、あ、ダメージ与えてながら、おっと、今敵がいたな。津波かあれ、ちょっと怖いな。待って、レベル2だ。急ぎすぎ。これね、どんどんね、敵も強くなってきてるから、早くね、成長した方が勝ちなんだよね。急ごう、よし。ある程度強くなったら、プレイヤーとかもね、飲み込んでいって、最強の災害を目指していきたいと思います。よし、すべてのプレイヤーを倒しました。また世界チャンピオン取っちゃったな。この調子で、日本代表タコモンド、まだまだ街をぐちゃぐちゃにすることを頑張りたいと思います。じゃあ、新しい災害を手に入れよう。そ、次は何が来るかな？来た、火山！欲しかったやつだ！火山という神の力で、街をまたさらにぐちゃぐちゃにしていきたいね。よーし。じゃあ早速火山と、サメでも混ぜてみようかな。さて、これで、出来上がるのは、おー！え、なんか、冷たい火山みたいな。え、ちょっと今度スピードにアップしてみようかな。スピードの能力つけました。あ、なんかサメも出てくんだね。何この、水が出てくる火山ね。よーし、じゃあまずは地道にサボテン取って、そして、成長が早いな。スピードアップしたから、ちょっとスピードもね、速くなってんね。よいしょ、おー。巻き込むスピードやばすぎるでしょ、これもう。でかすぎる。火山がとんでもなく成長しました。最後はこいつを巻き込んで、いやー。最後に、サメが、いやーってね。挨拶してきたね。みんなもね、この火山がね、噴火したら、急いで逃げましょう。よし、じゃあ、新しいアイテムを手に入れよう。さて、次は何が来るかな？来ました。これなんだ？おーっと、これは、バイオ兵器だね。
とんでもないやつを手に入れました。じゃあ早速火山とこのバイオ兵器を混ぜてみよう。これ一体どうなるかな。バイオ兵器をばらまく火山とか恐ろしすぎでしょう。さあ、じゃあ今度はアタックの方にレベルアップしてやっていきたいと思います。さあ行くぞ、この神の力。おっと、敵なんかレベル3からスタートしない？ずるくないそれ。やられたー、この竜巻にやれたんだけど。よっしゃ、もう一度行くぞ。今度はやりに入れないように、最初レベル1の時はね、プレイヤーから逃げて、ゆっくりね、この自然にあるやつを巻き込もう。よし。で、ある程度ね、レベル上がったら、ね、プレイヤーとかね、巻き込んでいこう。よいよ。もうちょいレベルアップしたいな。よし、レベル3来た。そしたら敵を巻き込む。よいしょ。さあ、成長してきよー。つか、この動く火山とかもう怖すぎでしょう。しかもこのバイオ兵器をばらまくっていうね。よし、また一つ、世界をぐちゃぐちゃにしました。さあ、新しい神の力を手に入れよう。最後の災害は津波。怖いね。じゃあ、津波という災害と、サメ混ぜてみようかな。サメの混ざった津波。飲み込まれたら食われちゃうよ。さて、やっていきたいと思います。じゃあ、ここはスピードにアップして。さあ、ゲームを始めよう。すべてを巻き込むよ。まずはちっちゃいのをね、木とかを巻き込みながら、よし、こっからもうレベル5。もうすべてのプレイヤーをいただけるんじゃないかな。地味にサメも成長してるね。さて、よっとレベル7。あ、いけるか。よし、倒したよ。さあ、レベル10まで来たら、もうこれ一番になれるんじゃないかな。よし、見てくれ。これが日本代表、タコボヌの恐ろしい姿です。ああ、最後、ちょっと巻き込もうと思ったけど、動かなかった。まあ、いっか。今回も1位で終わりました。アイテムの方もね、隠されたアイテムはね、まだ2つあるんで。よし、まずはこれ、手に入れよう。よし、虹。虹というアイテムを手に入れました。なんか平和的だね、虹。じゃあ早速、津波と虹を混ぜて。おー、レインボー津波が出来上がった。いや、なんか綺麗だね。これなら、なんか飛び込みたくはないけどね、これでも。よし、じゃあまずは、お、成長が早いな。レインボー強すぎでしょう。もうレベル7になりました。これが、神の力だね。よし、まだまだ巻き込むよ。神を超えた存在になりたい。さあ、すべてを巻き込んで。よいしょ、よいしょ。さあ、巻き込みたいやつは、こっちに来るんだ。よし、今回も、1位いただきました。なんかもう災害のプロだね、もうこれ。じゃあ最後のアイテムをね、手に入れよう。最後はチェーンソー。チェーンソー混ぜちゃうの？しかもすごい動きだね。じゃあ雷雲とチェーンソー。チェーンソーの降る雨？やばいな。あれ？チェーンソーどこ行った？まあいいや、とりあえずスピードにアップしてやっていきたいと思います。あ、地味に見えるね、チェーンソー。よし。じゃあ今回も素晴らしい記録を目指していきたいと思います。あれ、このサボテン取れなかった。まあ、いいや。やばいやばい。早く成長しないと。急げ急げ。よし。まずはレベル2。さあ、じゃあこの辺もね、巻き込んでいって。さあ、残り制限時間10秒切りました。いけるか？レベル3から成長できない。わあ！サメにやられた。まだまだ僕には、災害の実力が足りないってことか。もうちょいちょいと頑張ろう。じゃあ次はね、火山。それから先のチェーンソーを混ぜて。さあ、どうなる？おお！なんか、メタルっぽくなったよ。よっしゃ、攻撃力にアップしてやっていきましょう。もしかしてチェーンソーの、なんか鉄の部分が溶けて、こうなったのかな？いや、なんか防御力高そうだね。いや、でもレベル高いやつに巻き込まれたら終わりだからね。よし、巻き込まれないように慎重にやっていきたいと思います。こういったゲームって冷静にやることが大切なんだよね。そうするとここまで成長してレベル12になりました。もう神だね、この姿は。よし、最後はこいつを巻き込んで、すべてのプレイヤーをいただきました。それでは、最強の災害と最強のアイテムを混ぜる神プレイ、やっていこうと思います。さあ、まずは火山、それから虹。さて、これは、うわ、レインボー火山。綺麗だからって、これに近づいちゃいけないよ。
この災害は成長する災害だから恐ろしいからね。よいしょ、もう成長早いな。もうレベル8、レモンレベル9。これやっぱ神プレイだからね。よし、今回は間違いなく1位を取って勝ちたいと思います。見てもうこれ地球のなんかもう丸みが見えちゃってんね。という声、災害になって街をぐちゃぐちゃにするゲームでした。楽しいね。さあ今回は4つの災害が出たんだけどね、生まれ変わるならどれになりたい？僕はやっぱね、火山かな。タコ火山になりたい。それではね、また次回も面白いスマホゲットが見つけたらやっていこうと思います。じゃあね。